まあ、この間のルルルみたいにガシャーンとあれなんていうのバリア、うん、こうぶつかると、まあ、バリアにもいろんな種類があるなんかタイヤがタイヤがむき出しってあるの F1 の時ないです。必ずなんかついてたよね、はい。うん、でこの間なんかちょろっとあれもついてるのも何気にすごいやつがついてるんだよみたいな話してたけど、はい、F1 もそうだしそのレースもその FIA の基準になると厳しいみたいな話もよく聞いたりするんだけど。あ、そうですか。うん、だから日本のサーキットでもじゃあ、まあ、F1 の時はもちろんそうだし FIA の冠がつくのとかダブルなんとかシリーズとか来たりするとバリアをとかもちょっと増やさなきゃいけないからコストがかかるんだよみたいな話を聞くんだけど、そういうのっていうのは承知したサーキットが払ってやるってこと？そりゃそうでしょう。ああそうなんだ。だって F1 を開催できる状況、うん、コンディションのサーキットにするのはサーキット側の責務でしょう。というかそれがなかったらグレード1取れないですよね。ああそういうことね。ああそうか。だからそれ FIA が厳しいんじゃなくて、うん、例えばスーパーフォーミュラと F1 比べた時に速度が違いますよね、うん、はい違います。ということはコーナーを飛び出した時の速度が違う、コーナー飛び出した時にどこまで飛んでいくかの距離が違 う、うん、違う、うん、で同じ、まあ、タイヤバリアとかガードレールの場所は変えられないから、うん、ってことはそこにぶつかる速度が違うわけでしょ。ああそうかそうか。だからそれに準じたバリアがないといけないよっていうことで、うんうん、だからまあ今の F1 の場合はタイヤバリアももちろん使ってますけど、うん、タイヤバリアはまああの衝撃吸収という意味ではまあいいですよ、うん、だけどボヨーンって跳ね返ってきたりとかズサって刺さっちゃったりとかっていうこともあるし、うん、はいはいはい、それこそバラバラってなっちゃった場合は、うん、この間のパラボリカもそうだけど、うん、補修に時間がかかるっていうのもあるので、うん、結構テックプロバリアっていうものに今置き換えられつつあるありますよね。テックプロバリア、はい、タイヤじゃないってこと？タイヤじゃなくて、まあ、樹脂製 の、 あのでっかい塊、はい、あのグレーと赤の赤と白の、はいはい、ずらーっと並んでたりしますけど、うん、普通に一列並べた場合のとこもあるし、うんうん、すごいスピードでぶつかるところは二重にしたりとか、二重にしてこう縦横並べてこう、うん、空間を少し作っといて、うん、まあ、ぶつかった時にこうガシャッとこう衝撃吸収するようにしたりとか、うん、それをもう3列4列にしてみたりとかっていうことも、うん、まあ、それもシミュレーションに応じて、うん、そこにぶつかる速度に合わせて、うん、まあ、準備するっていう風になってますね。でテックポールバリアが何がいいかってやっぱり、うん、あのガシャンってなって壊れたとしても、うん、それバッと取り外してまた同じものバコってつけるだけでいいんで、ユニットになってるからね、ボコってはめ返ればそれこそクレーン車1個あればすぐできちゃうんで、はい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 、それが楽なんですよね。へー。じゃあのアスファルトだったり砂利だったりっていうのもそれは F1 側が貸してください、貸してくださいっていう。そうですね、まあ、グラベル、いや、まあ、グラベルにするのかターマックにするのかは、うん、もちろんサーキット側の例えばうちは二輪を開催するんで、うん、ターマックにするわけにいきませんっていうサーキットもあるし、その辺はだからサーキット側と FIA の安全基準との、まあ、照らし合わせで相談しながら、うちここアスファルトにしたいんですけどとかいろいろやりながら、うん、そこを変えた場合またグレード1の承認取り直しなわけで、回収した場合はだからじゃあこれで大丈夫ですかっていうのを確認しながらやっていくわけですよね。F1 の時だけがっつりしてるってわけじゃないのかな。まあ、だから例えばスーパーフォーミュラだったらあのスポンジバリアでいいとかってありますよね、うんうん、まあ、でも F1 がやっぱり車が一番速いだけに求められる安全基準が高いから、うん、安全装置バリアとしても高いレベルのものを求められるっていうことでしょうね、うん、それもなんか世界的なテックバリアのメーカーとかってするのかな。テックプロバリアはもうテックプロ社が作ってるものだから、うん、もうそれはそこだけです。会社名なんだ、うん、へー。じゃあもう世界中のサーキットもそれを使う。かなり最近やっぱ導入してるサーキット多いですよね。確か鈴鹿も結構導入してんじゃなかったかな。あのタイヤバリアってやっぱタイヤ自体がゴムだから、うん、劣化するよね。そう、硬くなって、ね、それもメンテナンスがすごい面倒くさいっちゃ面倒くさいじゃないですか。だけどテックプロバリアだったらそのスペアとして、ね、持っとけばいついつでも変えられるし、それはまあそういう意味で今多くのサーキットがテックプロバリアにどんどん変えていってるっていう感じですかね。まあ、まあ変えた瞬間ね、初期投資が変わっても長い目で見れば結局ランニングコストとしてはいいってことか。技術の進歩ってすごいんだね。なんか赤と白のとったらタイヤが置いてあるイメージだもんね。バラバラバラーンってなってぶつかってバヤーンってなってるやつでしょ。ボヤーンみたいな。80年代ぐらいまでの F1 マシンだったら大丈夫だったんでしょうね、それで。ああ、そういうことね。90年代になるとやっぱりその94年にね、たくさん事故が起きたように、はいはいはい、タイヤバリアとあの当時のグラベルとか、はいはいはい、縁石の高さとかでやるにはちょっと限界が来てたんでしょうね、はいはい、そうだね。なんかタイヤとかだったらなんかあのヘローの間からボーンと入り込んできそうだもんね。はい、来ない
タイヤバイヤーもちゃんと全部一個一個こうボルトでジョイントされてるんで。ボルトでジョイントされてるんだ、はい、重ねて紐で締まってるんじゃないんだ。全然その辺の基準もちゃんとしてるから。そうなん、少なくとも F1 で使われる。あれちなみにそのタイヤバリアのタイヤっていうのはタイヤバリア用のタイヤの中古タイヤ集めて中古タイヤじゃないと思いますけど、わかんないけど。そうなの。さすがにサイズが違ってたら困るでしょ。あ、カート上みたいなイメージになっちゃったよ今ね。タラさんね、ハイタイヤ集めてきてなんか色塗って重ねてる。それだとちょっと厳しいですからね。ちょっとそれ今度気にしてみたらまた面白いかもね。そういう、まあ、なんか結局車がどんどん速くなってるので、うん、安全対策もそれに合わせて進化しなきゃいけないから、うん、まあ、F1 は常にそうやってやってるというのが、うん、まあ、もちろんインディーもすごくそういう安全対策は先進的にやってるので、その F1 とインディーとの、まあ、共同作業みたいなところもあるし、それをだから F1 で今こういうのやってるよねっていう、例えば鈴鹿さんは F1 でどういうことやってるかもう直で知ってるわけじゃないですか、はいはいはい、まあ、それ用に、まあ、設備もしてるし、例えばここをターマックにしてくださいって言われてすることもあるだろうし、当然 1,2 コーナーとかね、ああいう高速で飛び出すところはグラベルよりもターマックの方がいいから、うん、ターマックにしてますよね。止まれるってこと、ね、あれもやっぱり F1 やってるからあそこターマックにしたわけじゃないですか。あれ最初違ったんだよね。だって91年マンセルとかガガガそうだね、砂煙にバーって上げていった、うん、あ、そうか、今あそこコンクリなんだ、うん、まあ、だからそうやってF1 の安全対策を進めることによって、その技術とかノウハウが、まあ、他のサーキットにも波及していくでしょうし、そういう意味で全世界的に安全性が上がっていくっていうのはいいことだと思うんで、あ、そうだね、多分工事現場なんかに多分使われるんだろうね、ちょっとした作業の場合はね。だからちょっと日本 の、 その例えばスーパーフォミュラなんかも車が速くなったよっていう そこばっかりがフォーカスされるけど、じゃあその速くなった車に合わせてサーキット側は何やってるのっていうと、まあ、多分やってるサーキットもあると思うけど、まあ、なんか変わったのかなと思うサーキットもあるじゃないですか。バリアの数増やしたよとかあんま聞かないなと思って、だからその辺も少しちゃんとなんかアピールあそうだよね、そういう情報を出してほしいよね。車が速くなったんでこういう技術で、ね、日本のなんとかっていうメーカーがこんなものを開発しましたっていうのもアピールの場合、もしやってないんだとしたら、やってないはそれは問題だからやりましょうよっていう話だし、突撃で聞いていかないといけない、ね、さっきとか何をやっているのか、トイレを新しくしたとか、そのね、そのレースを迎えるにあたってサーキットがやっていることっていう、だって意外にそういうこと太郎さんも知らないけど、やっぱ情報で出てこないとわからないもんね。そうね、ただただ車が速くなったね、いやーって言ってるだけだもんね。そりゃそうだ、速くなったら安全性も高めないと危ないよね。そういうことか。はい、ありがとうございました。